こんにちは、クルペンです。今日はですね、お昼に引き続いてですね、昼間はオーディオテクニカの AT4040 で話してたんですけども、今は赤毛の C21 に切り替えましてですね、話します。で、まあ、結構同じコンデンサーマイクではあるんですけど、まあ、結構音は違うのと、あとまあスペックも違うのでちょっと見ていきたいと思うんですけど、まずマイキングですね。で、スイートスポットがですね、バンドらへんかということで、まあ、オーディオテクニカはこれだけ離れると、50センチくらい離れるとかなりもうボリュームがバーンと落ちてたので、で、あ、そういう特性あるんだと思ったんですけど、まあ C21 だとどうかですね。で、これが20センチぐらいですかねの距離で話すと、いつもこのぐらいで話してしまうんですけど、まあその取りたい音にもよると思うんですけどね、これだと空気感とかも入ってると思うので、まあそういう感じで取れてると思うんですけど、こうダイアログとかナレーションで声だけもっと大きく撮りたいとか、あとマキシマイズしたいとかなると、まあ、もっと近づく必要があると思ってて、で、まあいろいろ試した結果、結局のところマイキング、マイクとの距離が重要だっていうことで、まあ結構1年ぐらい前かなに気づいて動画出したんですけど、まあ半分忘れかけてたっていうか、まあなんか何も考えないとやっぱこのくらい離れてしまうので、まあ、改めてこのくらいに近づいて今話しています。まあ10センチぐらいですかね。10センチか15センチかぐらい。で、昼間はめんどくさかったので、このポップガードつけてなかったんですけども、まあやっぱり近づくとポップノイズ入りますし、まあ、ボフっていうのが入るし、まあそれをこの風で切ってくれる、軽減してくれるポップガードやっぱあった方がいいので、つけました。というわけで、結局マイキングは、まあ、15センチぐらいなんですかね。まあ空気感取るんだったら、まあこのぐらい離れて、まあ声だけ、明瞭に取りたいんだったら、もっと近づいた方が良さそうってことですね。はい。で、まあマイキングはそうで、次に、ローカットですね。で、今がですね、まあいい感じに撮れてると思うんですけど、これ今ローカットをオンにしてまして、一回オフにしますね。はい。今、ローカットをオフにしました。で、まあマイクによって、オンオフで結構環境音とかノイズとかが結構違うなって感じることあるんですけど、これはそこまでではないですね。うん。まあ、ただ低音はより豊かに出てきたかなっていう感じはありますね。で、ちょっとスペックを見ていきたいんですけども、で、これが赤毛のオフィシャルサイトでして、で、ローカットって言ってもですね、どういうカットしてるのかっていうことなんですけど、赤毛C24 の場合は、スイッチャブル 160Hz の 6dB オクターブってことで、160Hz を起点に、6dB のカーブ、オクターブカーブで緩やかにカットしてるってことですね。で、オーディオテクニカの AT4040 が 80Hz だったので、12dB オクターブだったかな。で、これは 160Hz と結構違いますよね。カットし始めるヘルツが。ってことですね。はい。なので、もう一回、ローカットオンにします。はい。今、ローカットにしました。で、まあ、低音はスッキリしますね。まあ、ボーカルの場合はこれカットしなくていいかなって気はしますかね。ただ、ダイアログだと、聞き取りやすい方がいいので、まあ、このぐらい、切りしといて、で、後処理でもローカットするのがいいかなっていう感じですかね。で、一応ポーラーパターンなんですけど、まあ、こういう感じ
の単一指向性の株じゃないわ、周波数特性ですね。これ毎回思うんですけど、スイートスポットに関連するマイキングの距離書いてないですよね。それ表現しないと思うんですけど、ヘルツと角度が書いてありますね。で、この上の表が、赤がローカットオフですね。で、この緑の線がローカットオンの状態で、まあ、160Hz を起点に、6dB カーブ。まあ、これ 6dB なんだ。なんか 12dB ぐらい、12か 24dB ぐらいに見えるんですけど、6dB カーブ、オクターブカーブでカットされてると。まあ、緩やかにカットしてるってことですね。うん。で、オーディオテクニカ AT4040 ローカットって僕好きで、まあ、なんでかっていうと、聞き取れないぐらいの感じでカットしてくれてるので、好きなんですけど、C214 は割と、あ、変わったなっていう感じがありますね。で、オーディオテクニカは 80Hz。で、C214 は 160Hz からのカットってことで、まあ、やっぱりそういう違いがあるんだなってことで、ですかね。はい。というわけで、まあ、ボーカルでもダイアログでもそうなんですけど、結局、マイクで撮るってことは、マイキング、マイクとの距離が必要なのと、必要というか重要なのと、あとまあ、ローカットするんだったら、ローカットはローカットでもどういうカットしてるのかっていうのを知っておくのが重要なので、ちょっと今、検証してみました。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。Gone.